彼らこれに勝った方が、ちょっと待って、大事な話が、これに勝った方が決勝進出だ。おお、今ここに俺たちがバチバチ戦って決勝に上がってもきっと優勝できないだろう。いや、そんなことないですよそんなことないでしょ。お前は分かってない。いや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 、そもそも、はい、俺に勝てないと思ってるのか。おお、やってみなきゃ分かんないじゃないですか。そんなもの、勝てるからとか負けるからとかじゃなくて、全力でやるのはトーナメントでしょうが。お前の言う通りだ。だが、はい、今全く拍手がない。これが現実だ。いや、そのままそんなヘトヘトになるような激しい試合を見に来てるんじゃないんだ。わかるな。はいはい、だったらよその団体行け。間違えている。ここは OSW だ。いいか、わかるよな、スパイダー。ここまでの試合、みんなそんな激しい試合ありましたか？この後もあると思いますか？そこまで言いますか？大丈夫だ、藤井坊さんは試合してないから。じゃあどうするんですか？どうしたらいいんですか？じゃあダメージを最小限にして勝ち上がろう。はいはい、どうですか？つまりどういうことですか？3連敗している人間がいる。はい、あの人何歳？3連覇。誰がそんなの見たいんだ。俺はもう若い人間に優勝してほしいんだよ、スパイダー。おお、お前にはその資格がある。おお、じゃあ勝ちを譲ってくれるっていうことなんですか？違う。カウント取ってください。手首取られてギブアップ、そのことお前は望んでいるか？いやそうだよな。お客さんも納得しないです。おう、かといって、はい、マスコを取って投げる。俺は許さない。いやそんなことする人いるわけないです。それはいないよね。若い人間がいいってしないよね。だから俺はお互いが傷つかない方法を考えた。おおい、お前らここにいろ。はい、レフリー、感情を風にくれ。じゃあ、はい、ワン、ツー、いや、ビリーさん、スリー、ビリーさん、フォー、めっちゃかっこいい、スパイダー、始まった、シックス、いや、これで終わってもお客様は納得しないですよ。ビリーさん、謝ってくださいよ。マイヤー、マイヤー優勝しよう。いやいや、上がってくださいって。ない。お前のベルトに俺が挑戦する。おお。本気ですか？うん。本気はダメですよ。はい、トゥエル。ダメですよ。上がりましょう、上がりましょう。はい、サーティー。戻って。上がる。フォーティー。もうあと6つしかないよ。トゥエル。上がって。15。18! 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 18
おい、フィフティーン5秒だ。え、お、シックスフィフティーン、え、セブンティーン、セブンティーン、17!